スマート望遠鏡にはね、フラット補正必要ないんです。これがね、利便性が高い一つの理由でもあるんですけれども、なぜ必要ないか。こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡がなぜ利便性が高くてコスパがいいのかという話ですね。いろんなね、天体機材を私も持っているんですが、口径35センチのドブソニアン望遠鏡、それからシャープスター130、その下に AM5 赤道儀、さらに ASI エアーミニ、それから ASI2600MC プロと、いろんなね、機材を積んでいるんですけれども、これだけで100万、こっちが50万。それに対して、ドワーフ3は8万いくら。シースターも8万いくらと。両方合わせてもね、15万ぐらいですから、約10分の1ぐらいの値段で買えるわけですね。コスパは最強です。もちろんね、性能の違いはあるにしてもですね、通常天体観測を楽しむ上でスマート望遠鏡があればね、もう十分だと最近は感じています。AM5 の上に乗ったね、シャープスター130、なかなか出番がなくなってきましたね。この望遠鏡で撮れる画角はドワーフ3でもう撮れちゃうのでね、それでもう十分満足してるっていうか、そんな感じです。セッティングが大変だっていうのと、データがものすごい大きくなってですね、処理が大変ですね。ストレージの容量をね、すぐ食っちゃうので、1. 何テラぐらいになってたので、全部消しました。で、スマート望遠鏡にはですね、こういう口径の大きい、それからセンサーサイズの大きい CMOS カメラを使うとですね、必ずフラット補正っていうのが必要になるんですね。ところがね、スマート望遠鏡にはね、フラット補正必要ないんです。これがね、利便性が高い一つの理由でもあるんですけれども、なぜ必要ないかというと、センサーが小さいからなんですね。センサーの大きなカメラで撮るとですね、いわゆる周辺現光って言って、周りがね、少し光の量が下がってしまって、中心より暗くなってしまうんですね。それを補正するためのフラット補正っていうのが必要なんですけれども、これが意外とめんどくさくて、ここにパネルを載せてですね、天体撮影をするのと同じぐらい時間をかけてですね、フラットファイルっていうのを作らなきゃいけないというね、難しさがあります。しかもね、その時の撮影状況の温度とかフィルターとか、そういうものに合わせて何種類も用意しなきゃいけないというね、面倒な手続きが必要なんです。時間と手間をかけるのが面倒なので、スマート望遠鏡で済ましちゃうということになっちゃうわけですね。で、なぜこういう大きな望遠鏡に必要なフラット補正がこういうスマート望遠鏡で必要ないかというと、センサーが小さいために、いわゆる周辺現光っていうのはほとんど出ないわけですね。望遠鏡のレンズから入ってくる光のレンズの中心部分だけ撮影しているだけですから、周りの暗い部分は基本的に撮影に使ってない。だから、いわゆる周辺現光がないので、フラット補正が基本的にいらないわけですね。はい。で、これがね、利便性につながっているし、画質の向上につながっているんだと思います。もちろんね、レンズの性能も大事なんですけれども、レンズっていうのはどうしてもね、周りに行くほど星が点ではなくてね、カモメが飛んだようなね、いびつな形のものが映ってしまうっていう嫌いが今まであったし、それから色収差とかいろんなね、ことを補正しなきゃいけない。だから、高性能な天体望遠鏡っていうのは、そういうね、周辺まで点で映るようにするためにね、ものすごい技術の粋を集めてね、作っているので、どうしても値段が高くなってしまうわけですね。しかし、スマート望遠鏡で使われているレンズにはですね、そこまでの性能は必要ない。センサーが小さいので、真ん中のね、一番綺麗に撮れるところだけを使って、それをね、しかも最近はモザイク機能、フレーミング機能でつなぎ合わせてくれるわけですから、一番美味しいところだけをね、積み重ねて合成していくわけですから、高性能な天体望遠鏡、あるいはセンサーサイズの大きい CMOS カメラを使うよりね、非常に効率よく写せるわけですね。まあそういう意味ではね、スマート望遠鏡っていうのはコスパが良くて、しかも写りがいい天体が撮れるというところがね、非常に大きなメリットじゃないかなと思います。まあもちろんね、木星とか土星とか小さな天体はこういう大口径のドブソニアン望遠鏡の方が得意なんですけれども、通常のね、天体、あるいはどちらかというと広く広がった星雲星団などを撮るにはね、スマート望遠鏡の方がむしろ適しているような感じになってきましたね。はい。スバルを撮ってみたりとか、オリオン大星雲とランニングマン星雲を一緒に撮ってみるとか、さらには燃える木と馬頭星雲を一緒に撮ってみるとか、あるいはバラ星雲とかね、さらには胎児星雲とかハート星雲とか北アメリカ星雲とかペリカン星雲とかね、そういうかなり広い範囲の天体を撮るにはね、今までは大型の焦点距離の短めの望遠鏡に APS-C サイズとかフルサイズの CMOS カメラをつけてね、撮影しないと撮れなかったようなものがスマート望遠鏡で撮れるようになったんですね。しかも APS-C サイズとかフルサイズのセンサーを使った撮影をするとですね、フラット補正はもちろん必要ですし、さらにはね、周辺の星がね、点にならないで歪な形になったり、あるいは膨れ上がったりするので、それを補正するようなね、高性能な望遠鏡を作るというね、技術も必要だったし、そういうことをやるにはね、どうしてもね、お金がかかったわけです。まあ最近はね、BXT とかね、そういう肥大化した星を補正してくれるね、アプリケーションソフトの進化で、そういうものはあまり気にしなくても良くなっていますけれども、それにしてもフラットファイルは必要になってくるので、アプリケーションでフラット補正をね、するっていうことも不可能ではないですが、やはりね、厳密に言うと、同じ条件で撮影したフラットファイルを用意した方が綺麗に撮れるということには変わらなかったわけですね。これからスマート望遠鏡がコスパが良くて、しかも綺麗な天体が撮れると。もう高性能な望遠鏡も CMOS カメラも必要ない。周辺までね、星が小さく映るような高性能な望遠鏡もひょっとしたらオワコンなのかもしれませんね。小さなセンサーでレンズの真ん中の一番画質のいいところだけをつなぎ合わせていく。そういうね、撮影の仕方が今後主流になっていくのかもしれませんね。ドワーフ3で使われているセンサーは IMX676 というセンサーなんですが、1.8 分の1インチセンサーで829万画素、800万画素ぐらいのセンサーです。まあですから 4K 解像度になるわけですね。で、私が持っているセンサーで言うと、ウラヌス C が 1.2 分の1インチセンサーですけれども、840万画素ぐらいなのかな。同じような解像度です。まあ、ただしね、こちらは 1.2 分の1インチセンサーなので、かなり広い範囲を取れる。そしてこちらはですね、ネプチューン C2 ですが、ドワーフ3と同じ 1.8 分の1インチセンサーなんですが、解像度がね、400万画素ぐらいです。4.2 メガって書いてあるので、420万画素ぐらいですね。この420万画素よりも2倍ぐらいの解像度があるので、ドワーフ3のセンサーの方が高性能になるかもしれません。C スター S50 が IMX462 で 2.8 分の1インチセンサーです。200万画素ですね。C スター S30 は IMX662 と言われていますから、これも同じ 2.8 分の1インチセンサーで200万画素ぐらいなんですね。C スターは基本的に200万画素。ドワーフ3は800万画素というふうな違いはあるんですけれども、センサーのね、サイズは 2.8 分の1とか 1.8 分の1とか、かなりね、小さめのセンサーを使っているので、いわゆる周辺原稿が出てこないので、フラット補正が必要ない。フラットファイルを取る手間が必要ないということですね。ただしね、ダークファイルはセンサーサイズが小さくても必要になってくるので、ダークノイズっていうのが出てこないように、ドアンフ3にはね、ダークファイルを取るモードが入っていますし、最初からね、出荷段階で3種類ぐらいのダークファイルはもうすでに内蔵されています。それを使えばね、だいたい使えるんですけれども、さらにね、撮影時間とか、そういうものに合わせてダークファイルを自分で撮る撮影モードがあります。ソーラーフィルターをかぶせてね、これを下向けて光が入らないようにして撮影するというね、モードがあります。それからCスターもね、ダークファイルを撮るためのフィルターがね、なんか内蔵されているようですね。自動で撮影してくれるような機能が入っていますので、非常にね、期待が高まりますね。今日はスマート望遠鏡がなぜフラットファイルが必要なくなるのか、そしてその利便性についてお話ししました。センサーがね、大きい方がいいというふうに考えられていたんですが、小さいセンサーのメリットをね、今こそ見直すべき。スマート望遠鏡はセンサーサイズが小さいので、センサーにかかる費用が安い。それからレンズも小さいし、周辺までね、点にならなきゃいけないというね、そういうレンズが必要なくなるという点で有利なんじゃないかなと。簡単、便利、コスパよく、小さく。まあこういうね、スマート望遠鏡の特性を生かしたね、撮影ができるということになってるわけですね。で、リクエストがあったので昨日ね、ドアンフ3と C スターのフレーミング機能、2倍のフレーミング機能を使ってバラ星雲を撮ってみました。その比較動画を今後作りたいと思っていますので、乞うご期待です。本日の動画は以上です。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップも募集しています。私の動画を少し早めに見ることができます。さよなら。えい、えい。えいえい。